とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントいただきました、ありがとうございます。金を効率的に集めるためにはどういう方法がいいんでしょうかということですね。ありがとうございます。金を集めるには、古代狩りですね。古代狩りが一番です。で、古代狩りで、まあ、何でもいいんですけども、捧げてください。そして、古代人を1体だけ、あ、これ1体だけですね。1体だけ出すようにして、スタートしてください。それがね、一番効率よく、金を入手する方法ですね。まあ、とりあえず行ってみましょう。1体だけですね。で、難易度ですけども、難しすぎず、簡単すぎない場所っていうのを選んでください。自分の適性から5、6個下が一番無難かもしれません。俺の場合は20か19、ここら辺でやってますね。まあ20ぐらいで行きましょう。では、古代狩り来ました。まずは地図を見てください。チェストの数が27ですね。これちょっと少ない方なんだけども、古代人を極端に、出現率を下げていくと、チェストの数がね、40とか50になるんですよ。そしたらば、それがめちゃくちゃ、黄金、金をね、集めるのに向いてる場所となります。古代人が多くなると、まあ、装備はね、たくさん手に入るんですけども、金はそんなに入手できません。なので、古代人の出現を極力少なくして、で、宝箱だけを集めて、金を増やしていく感じですね。うん、まあ、金が出やすい場所、出にくい場所っていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、この感じでいくと、まあ、一周で、そうね、数百個は楽に貯めることができます。で、洞窟はね、探しながら行ってください。ここは基本的に洞窟少なめなんだけども、まあ、探しながらね、行きましょう。ありました、ありました。で、洞窟は絶対入ってくださいね。で、洞窟の中に、まあ、宝箱がたくさんありますので、ここで金を集める感じです。まあまあ、本当ね、地道な感じでしか、金は集めることができません。うん。まあ、1日ね、無理しない程度、まあ、3周ぐらいやっていけば、徐々に、金は溜まっていくと思います。俺も最大で、どれぐらい持ってたかな ?4 万個ぐらいは、一時期持ってたことがありますね。今は3000個ぐらいなんですけども。まあ、それぐらい、結構すぐ溜まりますんで。うん。まあ、1日でやろうと思わずに、まあ、何日かにかけてね、回っていけばいいのではないでしょうか。まあ、とりあえず今回、周回する前に、だいたい3000個ぐらいね、金がありました。これ周回終わると、どれぐらいゲットできたかお見せしましょう。まあ、今回のね、古代狩りはちょっと、宝箱の数は少なめだったんですけども。OK。で、宝箱の場所とか、洞窟の場所なんかは周回してると、だいたい分かってきます。あ、ここはこの辺にあるなとか、ここはないところだなっていうのが、だいたい分かるようになるので。まあ、それは慣れですね。はい、洞窟発見。ちょっとね、最初の、ダンジョンのところが少なめだったんだけども、後々はちょっと多めにあってほしいね。はいはいはい。よし、それでは、おしまいですね。だいたい10分で一周できます。10分で一周できまして、まあ一周で、今回ちょっと少なめね、200個ぐらいだったんだけども、宝箱が40個とか50個になると、まあ、300個から350個ぐらいは、一周で入手できるのではないでしょうか。うん。まあ、1時間すれば2000個ぐらいは溜まるんじゃないかな。うん。まあ、とにかく、自分の適正難易度から、ある程度下げて、もうワンパンで倒していける。うん。ワンパンでサクサク倒していける状態でいくと、いいです。うん。難易度そのままでいくと、ちょっと時間かかっちゃうのでね。下げてから周回してみてください。それが、金を効率的に入手する方法ですね。まあ、地味だけど、やってみてください。
ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。